愛犬のひも検査ってご存知ですか？少し前に愛犬リオとマイティのひも検査を初めてさせてもらったんですけど、その検査機関ラベルディの社長さんの筒井さんに本日はお越しいただいて、ひも検査って一体何なのっていうことをね、いろいろ教えていただければと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ラベルディ予防用研究所の筒井です。本日は貴重なお時間ありがとうございます。なるだけね、分かりやすくお伝えできるように頑張っていきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。最初の質問に入る前に、昨日実はインスタとツイッターで、はいはい、愛犬のひも検査って知ってますかっていう質問を投げかけてみたら、92% ぐらいの方が知らないけど、愛犬のためになるんだったら興味あります、知りたいですっていう方が、そんなに多くいらっしゃって、なんで逆に検査を受けたことがあるよって言われた方はもう1人か2人ぐらいだったんですよね、それぞれ。なのでこのチャンネル見てくださってる方はすごくその愛犬のために、愛犬の健康のために何かしたいっていう気持ちの方が多いと思うので、その辺も踏まえて、はい、今日アドバイスとかも含めて教えていただければなと思います。ありがとうございます。愛犬家の皆さんが見ていただけるということで大変嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最初の質問なんですけど、はい、ひも検査って一体何なんですかっていうところなんですけど、できるだけシンプルに簡単に専門知識がない私なんかでも分かるような感じで教えていただけると助かります。はい、考えてきました。ありがとうございます。紐検査というのは、はい、もう本当文字通り紐、毛ですね。毛に含まれるミネラルや有害金属を測定します。で、毛というのが排泄器官の一部と捉えられますので、この排泄量、長期的な排泄量を見てどのような状態かというのを推察する検査が紐検査となります。すでにリオとマイティのひも検査をした後にこの動画撮らせてもらってるんですけど、ワンちゃんの首あたりの毛をできるだけ根元に近いところからちょっとカットをして、その毛を、指定のキットに入れてお送りして、その後に、検査結果が送られてくるよっていうことですよね。あ、そうですね。検査の流れとしてはそうです。はい、それで、その検査結果の内容としては、どんなミネラルが足りてるのか足りてないのかとか、多すぎるのか少なすぎるのかとか、あと有害金属がどのくらい体内に蓄積されてるのかされてないのかっていう、そういった項目が確認できる試験っていうことですよね。そうですね。弊社ですと29元素を測ってますので、必須ミネラルでは12種類、有害金属5種類、その他で12種類ですねを測って、その毛に排泄されている量が多いのか少ないのかというのを検査結果としてお出ししています。2つ目の質問です。はい、ほとんどの、多くの愛犬家さんが、私たちも含めて年に1回ぐらいは動物病院で血液検査を、健康チェックみたいな形で毎年血液検査をされている方も多いと思うんですけど、血液検査とひも検査っていうのは何が違くて、どういったことが血液検査ではわからないけど、ひも検査ではわかるとか、逆もあるのかもしれないんですけど、その辺をちょっと教えてもらってもいいですか？はい、血液検査ではそもそも測る項目が違うんですけど、血液検査は基本的にタンパク質を測ってるんですね。血液中に含まれてる。で、我々は毛の中に含まれてるミネラルや有害金属っていう元素を測ってます。圧倒的な違いというのが、そもそも測ってる項目違うんですけど、毛と血液の違いというのは、今の状態なのか、今までの状態なのかということになります。毛というのがですね、長期的な情報と捉えられます。で、血液に含まれるミネラル、特に金属類、有害金属とかは、ものすごい微量なんですね。測ってもほとんど出てこないというか、うちで測っている分析装置というのが ICP-MAS という、ちょっと専門的な機械の名前になっちゃうんですけど、 ICP-MAS という機械で測ってます。で、この機械が、この分析装置はですね、今この地球上にあるミクロのもの、元素等ですね、測る上で今これ以上ない測定精度の機械なんですね。で、それをもってしても血液中では微量すぎて測れないっていうのが多いので、なんで毛が優秀なのかというと、毛というのが水分量が少ないんですね。血液はほとんど水分なので、毛というのは非常に濃縮されています。濃度が高いので、測りやすいという特徴がある。で、あとはその毛というのが毛母細胞、毛乳頭が分裂して毛母細胞が分裂していって押し出されるように伸びていきますので、毛母細胞って何ですか？毛を作るところの細胞ですね。毛根、毛根から、毛根の部分が分裂して増殖していって押し出されるように伸びていくんですね。出ている毛が伸びてるわけじゃなくて、毛根だけがどんどん増殖して伸びてるというのが毛なんですね。なので表皮から出てる部分というのは基本的には変わらないです。なので表皮の先の方を毛の先の方を測ってしまえば過去のデータと捉えることができますので、なので根元の方を取っていただいて直近のデータを調べるということをしております。今聞いたお話だと、そのまだ例えばなんですけど、血液検査で異常が見られない子が仮にいたとして、でもその病気の予備群というかミネラルが足りてないとか有害金属に問題があるような子がひも検査を受けることによって血液検査に影響が出てしまう前に対策とか対応が取れるっていうメリットはあるんですか？おっしゃる通りです。血液ですと異常値が出たら即疾病につながりますので、このミネラル検査というのは、予防医学研究所という関しての通りですね。これ以上その悪くならないようにとか、もっと健康になりたい方というのが受ける方が多いので、そこで例えば有害金属がすごく出てたよということであれば、すぐそこで血液検査と直結するわけじゃないんですね。でも蓄積していくことによってどんどん例えば鉛等が蓄積していけば血液を作るところを邪魔しちゃったりするので、そこは対処していきましょうねというようなご案内となります。ただそれがすぐに血液検査につながるわけじゃないです。血液検査につながって血液検査で異常が出たらもう疾病なので、その前に対処していきましょうというのがひも検査ですね。やっぱり多くの飼い主さんがもうその病気になってからだと、病院で大体わかるじゃないですか。症状が出てとか血液検査で分かって、それから何かするってなると、もうお薬とか手術とかもできることって多分限られてきちゃうと思うんですよね。で、多くの場合はそれってすごくワンちゃんに負担のかかることじゃないですか。薬だったら副作用とか、もちろん手術なんて言うまでもないと思うんですけど、なんで私なんかもそうなんですけど、病気になってから何かするっていうのはもちろんなんですけど、どうせお金を使うんであればそこじゃなくて、そこに行く前に予防として何ができるか、でその体の中やっぱり見えないので、血液検査で異常が見られる前に何かできるっていうのはすごい安心でもあるし、目安、自分がやっていることとか何か食事生活を変えたとか環境を変えたとか、そういう時にもすごくガイドラインになるっていうか、なんか一番やっぱり予防として何かができるっていうのは飼い主さんにとってありがたいことだし、嬉しいことだと思うんですよね。ありがとうございます。3つ目の質問なんですけど、今回リオとマイティが受けて有害金属でいくつか問題があった項目とかもあるんですけど、この検査を受ける前まではやっぱりどういった食材を与えたらいいのかとか、どのサプリがいいのかとか、そういう与えることばっかり私は意識がいってしまっていて、引き算とかデトックスとか引き算の意識っていうのが全くなくって、それは新たな気づきだなっていうふうに思うところがあったんですけど、このひも検査をした、多くのワンちゃんたちがいると思うんですけど、そういった問題点が見つかって有害金属の体内に蓄積されてるっていうのが分かったワンちゃんたちで、デトックスなんかをして、改善とかそういったお声とか感想とかっていう話とかってお耳に入ったりしますか？感想ですね。感想だったり、デトックスしたワンちゃんの声とか、ここで食い止められてこういうふうに改善できました、みたいなこととか。そうですね。やっぱりフードを見直すきっかけになりましたというお声はたくさん聞きます。有害金属等は基本的に入ってしまうと、基本的には食べ物からなので、今まで与えていたフードを見直す、米原料や魚原料のものになってくるとどうしても人や水銀って入ってきちゃいますので、そういったところを見直しましたみたいなお声はよく伺いますね。あとは面白い話だと散歩のコースを変えましたとか、やっぱり人間と比べると頭の位置が低いので、重金属って重たいので地面に近い方がやっぱり多いんですね。ああ、そうなんですね。じゃあお散歩コースで有害金属が多いような場所、その私たちもちろん気づかないですけど、うん、そういった影響を受けてるワンちゃんとかもいるっていうことなんですね。可能性ですね、はい、やっぱりそのアスファルトっていろんなものが入ってるので鉛が入ってたりもしますし、溶けてくると例えばその地面が多いところで散歩しましたよみたいなに変えましたっていう方はいらっしゃいますね。あまり、なるほど。特に夏の暑い時期だとアスファルトの温度も異常に高くなるじゃないですか。で、ダックスなんて足短いからより一層もほぼ地面みたいな位置に、位置で歩くみたいな。もちろんその高温の時はお散歩しないですけど、やっぱりその熱がそのアスファルトに溜まってくると有害金属も出やすいっていうところでより影響を受けやすいっていうことですよね。今日今その話をされるまで土の上、その17歳になったばっかりの愛犬がいるんで、その土の上の方がその歩きやすいっていうのはあったんですけど、有害物質っていうところで、アスファルトよりその土のところで遊ばせようとか、そこの頭はその全然なかったんで、ちょっと今日はいいこと聞けたなっていうふうに思いましたね。これは我々で検証してるわけではないので、そういった可能性があるんじゃないですかっていうようなお話ですね。そうですよね。その例えばその有害物質の数値がこれ高いっていうふうに分かった場合に、実際ご飯食べさせてるのは飼い主さんで、どんなところの環境でお散歩させてるとか、どんなお家環境かっていうのは、飼い主さんしか逆に言ったら分からないことだと思うんで、原因はどこからっていうのは飼い主さんが考えて、もちろん原因が一つじゃない場合も多いと思うので、じゃあこれとこれとこれをやってみてその改善していくかどうかっていうところですよね。もうおっしゃる通りですね。わかりました。4つ目の質問なんですけど、はい、試験の結果が出て問題があると分かった項目について、アドバイスっていうのはいただけるんですか？アドバイスというのは検査結果には解説として載せてますので、そちらを見ていただくというのと、うちでプレミアムって獣医師のアドバイス付きの検査がございますので、対処法などをしっかり勉強されたい方というのはそちらをお勧めはいたします。我々も研究所として、そもそもこの検査始まったのは人間の検査からなんですけど、人間の毛ですね、こちらの蓄積が20万件ぐらいございますので、そこで分かってきたこと、今獣医師さんもよく言われるのが、獣医師の世界、獣医学の世界ってあんまりそんな急激に進まないんですね、いろんなことが。でそれでも分からないことっていうのは、人間の、病気だったりの知識を生かして、そちらを応用していくという方が多いので、人間の場合こういうことですよっていうようなことは、私どもでもアドバイスというか、お電話でお伝えすることができます。この間ちょっとお話ししてて思ったんですけど、今回はもうリオとマイティのワンちゃんの紐検査だけお願いしたんですけど、人間の方がより分かりやすいアドバイスがいただけるんですよね。例えばどんな食材がいいとか、そういうフィードバックもいただけるんですよね。そうですね。検査結果は人間の方が充実してます。同じものを食べてはないとは思うんですけど、手作り食ね、やられてる方も、ひも検査に興味のある方は、手作り食とかそのトッピングに何かしてるよっていう方多いと思うんですけど、そういった中で愛犬のそのデータ結果を見るだけだと、結構自分でいろいろ調べてどうするこうするみたいな、その改善案を出したんですよね、その私の場合には。だけど人間のものも一緒に、飼い主さんのものももし一緒にできたら、アドバイスが充実してるから、じゃあこうしようああしようみたいなのが、なんて言うんですか、より自分の頭の中でなんかクリックできるっていうか、しっくりくるというか、なんか動きやすいようなイメージがちょっとあるんですけど、どうですか？よく、獣医師さんの話を聞くと、こう言っちゃちょっとあれなんですが、飼い主さんをそのワンちゃん猫ちゃんを治すんじゃなくて、飼い主さんの考え方を変えなきゃダメなんだっていう話をよくされるんですね。それはもちろんその一番一緒にいる時間が長いのって飼い主さんなので、なので飼い主さん自身の検査もやって、実はこのミネラル検査というのがちょっと難しいお話をすると、食べたもの以外のものも影響するんですね。何かっていうと、